れぐらい進めてるんでしょ。1週間100時間ですよ、100時間。おはい、やっぱ受験生たるもの常に交感神経優位でいてほしいんですよ。受かる生徒ってやっぱオーラ出てますよね。こいつ受かるなみたいなね、銃突きつけられてると思って生きろと。Hello there. 始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、うちのチャンネルのスーパースター準レギュラーなんでやねんっていう感じなんですけどね。うちのコラボ動画がですね、一番再生されてますから。いえいえ、ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。細井先生に、ね、お受けいただきました。はい、ありがとうございます。細井です。いやー、すごい大人気でですね、なんかね、ちょっとやばいこと言ったかなと思いました、ね、まあ、細井先生がなんか最近本を出したですね。ああ、そうなんですよ。ちょっと紹介させていただきます、はい、医学部合格への受験戦略勉強法という本になるんですけども、まあ、僕は長年ね、医学部受験、携わってきた中で、まあ、いろんなね、受験があるんですけども、それをまあ一冊に集約して一応本が出ました。内容としてはみんな、まあ、その決まった参考書やってますし、その決まったルートでやってるんですけども、じゃあなんで成績に差が出るのっていうのがここの本の中に詰まってますから、ぜひ読んでみたらいいと思います。もしね、医学部受験受ける人、まあ、それ以外の人もね、モチベーションを上げるためにはちょっとかなり手厳しく書いてあるので、まあ、僕の、ね、動画見てる人は知ってると思いますけど、はい、かなりね、その厳しいこと書いてありますけども、この厳しさを受けて、まあ、やめようかなって思うぐらいの気持ちだったらば、まあ、医学部受験やめた方がいいよと。おー、うん、まあね、まあ、正直そんなね、人にやめろとかね、人に何か言われて、まあ、へこたれてるぐらいじゃね、もう話になんないですよね。そんな人にね、人の命救ってない、ね、もらいたくないっていう部分ありますから、これをですね、サインしてもらって、サイン本プレゼントっていう形で。いや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 、これ嬉しいでしょ。はい、皆さんどしどしですね、これリアルな企画なんですかね、はいはい、リアルにやってもらおうかなと。全然いいですよ。あ、そう、最近 LINE アット始めたんでね。あ、LINE アット始めたんですか。細井先生の本が欲しいって言って、ね、あ、いいですね。コメントその書いていただければ LINE アットでですね、はい、ここで抽選で、ちょうど夏休み前とか、あのシーズンとか、まあ、もしくは夏休み中で多分これ見てる人多いと思うんですけど、はい、その人たちがですね、こうね、勉強時間ですね、やっぱ心配してる人多いと思うんですけど、はい、やっぱ細井先生といえば勉強時間取ってなんぼじゃこらみたいな。いや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 、まあね、勉強時間がね、その勉強時間取れないやつは結局何もできねえってことっすよ。そうですよね。ねえねえ、そうですよね。そうそう、楽しようとするやつがね、勝てるわけねえだろっていうね。まあそんなね、あ、まあ単純な話ですよね。多分先生もわかると思いますけど、普段1週間どれぐらい進めてるんでしたっけ。1週間100時間ですよ、100時間。おー、はい、すごい、100時間ですね。いや、やってみーよっていうね、ことですよ。すごい、恐れみーよみたいな言い方いや、今日ね、うちの生徒本当にやりますからね。おー、うん、うちの塾はね、その毎週勉強時間ランキングをね、つけてるんですけども、おー、はいはいはい、はい、なんか上位 4,5 人は100超えてきますからね。おー、あいつらガチでやってきますからね。おー、なんかそこで、やっぱ例えばね、100時間やれって言われて、あ、100時間もやんなくても俺だったらできるよと思うやつと、まずやってみようって思う人で、まあ、まず、ね、成績の大きな、ね、差が出るんですよ、うんうん、要はやってみて、まあ、100時間が自分に向かないなって言って、要はチョイスから外すっていうのは一つ理にかなってるんですけども、うんうん、やってもないくせにね、まあ、そこをね、まあ、時間じゃないよとかね、まあ、効率だとかね、そういうことを言い出すやつっていうのは、まあ、小物中の小物ですよね。小物中の小物ね、大体ね、そう、実績がないやつほどよく吠えるってやつですよ。なるほど。世の中で成功してる人たちも、やってるってことは自分で言わないですよ。自分がね、こんな死ぬほどやったとかね、言わないですし、だって言ったって、まあ、自分にメリットないですから言わないんですよ。まあ、私はね、まあ、こうやって効率的にやったとか楽してやったとかね、まあ、その本当に勉強できる人ってテスト前に全然勉強してないっていうのと一緒ですよね。はい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 、そう、分かりますよね。だから結局結果出してる人って周りにやったって言わないんですよ、うんうん、だからみんなね、それを鵜呑みにしたりとか、え、やんなくてもできるんじゃねとか、やっぱセンスなんじゃねとかね、そういうね、なんかどん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 その自分の都合いい方向にね、解釈してって、まあ、その議論を ねじ負けてしまうんですけども、いや違うからって話なんですよね、うんうん、やってんですよみんな。なるほど、うん、だからまあ誰よりもやってるからこそみんな成功してるのであって、誰よりもそのことに対してもうね、朝昼晩常にもう1分1秒そのことについて考え尽くすから、その一つの物事が達成できたりとか、人をしのぐ結果を出すことができるのであって、まあ、それ以外ないですよ。なるほど、うん、そう、スポーツとか楽器とかにも当てはまりそうな。いや、もうその通りですね、うん、もうだから一事が万事なんで、
はい、で7日間でそうすると14時間は取るわけですね、1日それで98ですからね、はい、それを超えていくわけですね。そうですそうですそうです。なるほど。だって10時間休めって考えたら休みすぎじゃないですか。おさすが。そうですね。で寝る時間ね、6でしょ、はい、4時間何やってんのって感じじゃないですか。おお、なるほど、はい、もうだから4時間ね、4時間あったらね、全然ドラクエとかクリアできちゃいますよね1ヶ月ぐらいでだって120時間プレイ時間でしょ、全然1ヶ月でねクリアできちゃうでしょ、むしろね、そう 裏ボスとかまで倒しちゃうぐらいでそんな時間を要は自分は無駄にしてるってことなんですよ。飯食ったりとか風呂入ったりとかね、トイレ行ったりとか、まあだから、まあ、そういうところが自分で、まあ、存在してるってことに気づいていない人はまず論外だし、まあ、そうやって気づいたとしてもそれを行動に移せない人は、まあ、またね甘いですよね。そうですね。だからその4時間中どれだけ、まあ、その勉強に、まあそのね、貴重な、ね、勉強時間へと振り当てられるかっていうところで、まあ、人生決まると思ってもらったらいいですよね。そうですね。僕自身もそう今日も言ってきましたけど、ストップウォッチでも何でもいいからタイマーで勉強して起きてて勉強してない時間全部測ってみろって、はい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 、そしたらどれだけですね、本当は時間があるかっていうのが分かるからって言ってきたんですけど、いや本当ね、みんな都合よく解釈しちゃうんですよ。本当そうです、うん、結局、まあ、寝てるとかね、まあ、排泄するとか、まあ、ご飯食べるとかお風呂入るとか全部ね、こう、まあ、医学的に言うと副交感神経が優位になってるタイミングなんですよ。つまり休憩ですよね、はいはい、だからこういう時に要するに、まあ、その交感神経優位って言って要は闘争本能を出すのって結構難しいんですよ。おー、なるほど。だから勉強っていうのはやっぱり、まあ、戦いだっていうふうに認識すれば、はい、交感神経優位になってやってるものだとね、まあ、そのガーッてやってる時はねやっぱりこう先立ってると思うんですよ。目もねキャッとね、はい、見開いてると思いますし、まあ、その交感神経が優位になってるんですけど、それと相対するそういうリラックスした瞬間にやっぱそういうのって、まあ、どうしても、ね、ミックスしにくいんですよ。あ、なるほど。そうなんです。だけどやっぱ受験生たるもの常に交感神経優位でいてほしいんですよ。おお、なるほど。そうなんです。戦場ですから今ね、あなたが、ね、暮らしているのは、まあ、今ねもうその弾が飛び交ってる中ね、そんなのんびりね、うん、お前飯食ってられんのと。なるほど。そうです、うんね、だからまあその自分がその周りにね誰もいなくても常にこうね戦いの場に身を置いているっていうことを認識できるかできないかっていうところで、まあ随分成績変わっちゃう、うん、なるほど。これはいいじゃないですか。交感神経。そうですね。初めて医者っぽい発言が。ああ、やべえ、バレた。医者だった。医者だったんだった。だったんだったって。さっきも手術してたのに。さっきも手術してたのに。受かる生徒ってやっぱオーラ出てますよね。こいつ受かるなみたいなね、なんていうか、まあ、背中見たらちょっとね合格できるかどうかとか、歩き方見ただけでもねやっぱ分かりますよね、この子受かるなっていうのはね。やっぱそれはその神経の問題だと思うんですよ。ほうほうほう。要するにまあ当たり前ですけど、まあそのね、武道家でも何でもいいですし、まあ、そのスポーツ選手でもいいですけど、やっぱ佇まいにオーラがありますよね。だそういうのってやっぱりそのリラックスしている時には出ない。なるほど。まあ、その戦いの場に身を置いている時に出るそういうね、まあ、神経的なものから発生されるものなのかなとも思いますけども、自分がオーラ出てるか出てないかってね、まあ、判断難しいと思うんですけど、まあ、一番簡単な方法はお母さんに聞くことですね。なるほど。そのお母さんが一番ねあなたの、ね、リラックスした瞬間もね、その緊張してる瞬間も知ってるわけだから、要は、ね、お母さんに聞けばいいわけですよ。俺って今受かりそうってね、まあ、多分ね正直に言ってくれますよ絶対あなた受からないわこのままだとかね、いやなんかけどあなた最近ちょっと生活変わってるわよね。なるほど、なるほど。でも僕らはねやっぱねお母さんに一番最初にヒアリングするんですよ。本人に聞かないですよ。あ、なるほど。本人ってね適当なこと言いますし ね、 そうですね、まあ、勝手にノリで言っちゃうんで、はい、まあ、全く当てにならないんですけど、うんうん、やっぱり親御さんに聞くとね分かりますね。要はどうですかと、うちの塾入ってから彼変わりました家でっていう話なんですよ。なるほど。でやっぱり家っていうのは、まあ、全体的に副交感神経優位になるね、うん、要はリラックスする場所ですから、あ、まあ、そこでの、まあ、振る舞い、塾ではねみんなそれはね頑張ってるんですよ、うんうん、だからそうじゃなくてオフの瞬間がどう変わったか、まあ、どこまでその、ね、交感神経をね、まあ、その要は闘争本能を保ったままリラックスしているかっていうところで、うんうんうん、まあ、分かるわけですよね。はははは。だ弾飛び交ってる中ね、ソファーの上でドラマ見てるやつはいないわけですよ。なるほど。うん、はは。普通はね。で、まあね、結構、まあ、方法にも書きましたけどね、そのこの1年間はね、こうやってね、銃突きつけられてると思って生きろと。なるほど。はい。あね、と連れさらわれてですね、はいはい、いきなりこう目隠しを外されたら目の前にねこうあの青チャートでも何でもいいですけど置いてあっていきなり上からね、こうショットガンを構えられて YouStudy now って言われたら多分全員がもう死ぬ気で勉強すると思うんですよ。わかります。ですよね。だってこうやってね、もう 目隠しを、ね、外されたら目の前に青チャートがある。ね、何でもいいですよ。まあ、もう鉄壁でも何でもいいんですけど。ね、スタディナウって言われたらね、多分全員がこれ手を止めたら殺されるなと思うと思うんですよ。思いません？
Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.